どうも、ホットバッツチャンネルです。ということでね、今週も音声解説付きでゲームの方見ていきたいなと思います。いつもの通り、アジュさんです。アジュです。と私ね、テキサスでお送りします。今日は2人です。よろしくお願いします。今日ナルチいないんですか？あ、いないです。東京帰っちゃいました。帰りました。はい。お願いします。さ、ササが戦闘でね出ますね。まあこの人が出るとねすごいチーム盛り上がるんですよね。雰囲気も良くなりますよね。はい、んとで、2番私入ってここすかさず盗塁をしていきます。本当不動の1番ですね。はい、でそれって3塁までもうこれでね3ベースなんでね言ってしまえば。でここが相手のバッテリーミスで1点もぎ取りました。1人で点取りましたね。はい、もうね足が魅力的な選手ですからね。そしてここフォアボールで出まして、ノーアウトランナー1塁という、あ、これ2塁まで進んでますね。でここ JJ がフォアボールです。最近 JJ 調子いいですね。いいですね。そしてアジさん、あ、まあ最低限、そうですね、3塁までちょっと僕進んでたんで最低限の仕事ですね。1打点でも4番としてはダメですよね。そうなんです、今日4番タカが不在なんで代わりにアルさん打ってました。そう、代わりっていうのがねちょっと嫌なんですよね。情けの4番、そうなんですよね、実力で取れないですね。そしてヨシア、ね、JJ の弟、足が速い助っ人で来てくれて、こう相手のねミスを誘って3点目を取りました。そして奥田くんですね。もううちの選手みたいなもんですね。ね、もう助っ人なんですけどね、一応もう入団してもらってもいいかなと思います。そしてヒョンさん、ナイスタイムリー。ちょっとこの前のねヒットの時に僕ら変な話してたんでヒョンさんのバッティング触れれなかったんですけど、これはいいバッティングですね。これヒョンからクレーム来ましたもんね。はい、来ましたね。実際にちゃんと触れろとヒョン入れましたよ。はい、さあ柵はこれマイナスですか？またもちろんこれがプラスなわけないですよ。今日はもうマイナスからのスタートです。そしてね DH 伊藤くんですね。これもやっぱ足が速いの気になったんでしょうね。そうですね、相手のミスを誘って7点目が入りました。そして笹さん、打者一巡しますね。どこ見てんのこれ。ただこれも足が速いね、やっぱりこれねミス誘いました。8点目になって、私いいタイムリーですね。ありがとうございます。こういう打球打てるとき調子いいですよね。いいですね、今かなり調子いいです。そしてこれが9点目になりましたね。初回からこんだけ取るって今までなかったんじゃないですか。ないですね。JJ の当たりもねいいとこ飛んできましたね。はい、三塁手を強襲していってのバッティングで、ね、二塁一塁、ツーアウト二塁一塁を作って4番に回しました。チャンスです。ああこれはセンター、ああショートフライですね。これ米津玄師みたいですね。どういうことですか？打ち上げ花火っていう。そうですか。見ていって、ジンが今日は先発です。レフトフライ、打ち上げ花火、あれなかったっけ。いや、ありましたけど時差がありましたね。なんでそんなこと言ったんちょっと愛テキサス並みのこと言いたいなと思って、ちょっとこれコメントであんまり褒めないでほしいですね。愛テキサスもそんなに面白くなかったんで。ジンの今日今回初ヒット打たれまして、画面にちょっと浮いてましたね。そうなんですよね、浮いてましたね。2アウトの1塁でこれがピッチャーフライになります、ね、私だったら落としてますね。よかったです、ほんと陣でよかった。さあ、陣からの攻撃、ま、たこのダッシュがいいですね。ね、全力プレーですね。吉谷がここはセンターフライなんですけども、相手がねちょっと落としてしまって、これ一気にねジンが戻ってきます。でヨシアもこっからね三塁まで行くんですよね。隙のないプレー、これもいい走塁ですね。はい、10点目が入りました。そして奥田、ダーいいバッティングですね。で頭を越えるんですよね。足も速いですね。うちねなんか60番のスティールじゃないですか。はい、ヘルパー、ヘルパー、はい、あれと変えません？変えます？うん、ちょっともうヘルパーさんよりこっちの方がいいかなって
なんでヘルパーなのにユニフォーム着てるんですかね。ねえ、どっか仕入れたんですかね。ねえ、もう助っ人だってエンディングとかも入ってますよね、あの人。ちょっと入ってますね。なんでやろな。さあ、柵です。あ、これまたマイナスですか。これも紙一重ですけど、やっぱマイナスですね。マイナスですね。そして伊藤くんがフォアボールで出まして、笹さんですね、フォアボールですね。で、私テキサスがデッドボール痛そう。これ痛かったです、マジ痛そう当たりどころがちょっと悪かったんで痛かったですね。ジェイジェイがショートライナー、ショートライナーですね。2回表が終了しました。そしてジンのピッチング、結構やっぱ相手もヒットがね多く生まれてたんですけど、まあどっちかというとその打たれてるボールは甘かったんですよね。で、ここもねヒット連打されます。なんか喋ってください。どうしますか。ちょっと喉の休憩中です。喉の休憩中、はい、いらないです。あの、この次僕の好プレーあるんでちょっと黙ってました。そうですか、はい、皆さんここ注目ですよ。これうまいですよ。これね、ランナー1塁2塁で3塁にチャージされますね。普段守らないファーストでこのプレーができる、できますか。皆さんできないですよね。まあ、バッティング調子はいいんで、ちょっと守備でカバーしてくれないと。吉谷のプレーもね、取ってからが非常に早いですね。しかもね、真ん中に掘るんでね。そうですね、胸に来ますね、相手の。あっ、あら、米津献身しましたね。打ち上げ花火。そうですね、こういうことですよ。何打席ヒットないんですかね、これ。この時で10ぐらいでしたね。10打席ヒットないし。まあそういう時もありますからね、野球してたら。あの、僕が打たなくてもみんなが打って勝てばいいんですよ。それ最近言いますね。それはやっぱあの団体競技なんで。まあそうですね。さあ、ここ吉谷がファーストフライで3人で終わってしまいました。短かったですね。そうですね、ちょっと攻撃短かったです。3回の裏、これいいボール、いいコース、非常にいいボールでした。スライダー、スライダーメインで。何割スライダーでした。もう9割スライダーでした。9割これも吉谷ね、いい、うまいですね。めちゃくちゃうまい。肩もいい。ここはデッドボールですね。やっぱ2アウトからの四死球ですね、ホップの課題は。そしてここはライトフライでしたね。ヒョンが一歩も動かなかったって言ってましたね。あ、これですか。はい、ちょっと動いてないですか。いや、一歩も動いてないって言ってました。いや、ヒョンが言ってたんで間違いないです。間違いないです、はい。そしてここが奥田君がファーストゴロ。ちょっとね、相手投手もねギア上がってきたかもしれない。尻上がりですね。尻上がりも。これがサード取って、ちょっと送球それて、ヒョンさんが二塁に行きました。まずちょっと危ないですね、これ。危ないですね、タイマーそうですね。危ないところでした。そしてサク。おお、これプラスでしょう。これはプラスです。ですね。もちろん。ただ私、ファーストランクをしてたんですけど、はい、打つなと思ってました。なんかもう声に出てましたね、はい。なんで打つねみたいな。はい。打っちゃいました。団体競技なのに。動画映えしないんでね、桜井は打つと。いや、するでしょ。さあ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 。セカンドライですね。で、テキサスさんですか。はい。詰まりましたね。ですが、テキサスさんも俊足ですよ。ありがとうございます。これが内野だと。これは柵が帰ってきたんですかね。帰ってきてますね。の構想じゃないですか、これ。これ、ツーアウトちゃいます。いや、ツーアウトですけど、しっかり走ってましたからね。いやいや、ツーアウトなら普通ですよ。おー、ジェジェのバット投げ。そして、満塁でチャンスに強い私と。ハジさん、来ました。お、ああ、そういうことですね。バッテリー間のミスがあって、戻ってきますね。15点目。7、2、3、0。まあ、チャンスはチャンスですからね、ハジさん。得点圏になれば5割ぐらいですからね。いや、あ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 っさり終わりました。なんか尺長くないですか。え、そうですか。なんか長いです。いつもこんな感じじゃないですか。なんか長いですか、ここ。だいぶ落ち込んでますね。あ、マイナスの尺だと慰め
いや、この時慰めなくて、いや、お前マイナスやでって言われますからね。逆に、はい、いじられちゃいました。ついにさくちゃんの逆襲が来たんですね、はい、正直僕いじれないですからね。うん、もういじれないですね。いじれないです。うまくさばいてランナー3塁、はい、ここでね落としちゃうんですけども、いい送球、しっかりカバーしてホームでアウトにしました。ラッキーですね。はい、ラッキーでした。不慣れなポジションですもんね、キャッチャーもね。そうですね。でここが三振ですね。いい球だ。低めに集まってますね。大体そうでしたね、集まってました。で、ゲームからの攻撃がサードゴロですね、うん、また審判しないですかこれ、あなた。うーん、やっぱ僕で終わること多かったんで審判ばっかしてますね。審判ばっかしてますね。そしてこれ吉谷のね、ホット初ヒット生まれました。記念すべき。でここは三振、審判大げさですね、うん、何としてもちょっと映像に残りたいといういいとこない、必死な感じが出てますね。そして5回が終了しまして、これもね、いいボールなんですよ。回良かったですね。はい、奪三振ショーが始まります。ファールチップだったんですけど、しっかり取って三振。そしてこれは、でこれもですね、三振、三者連続三振、完璧でしたこの回。そしてさくちゃんが、あ、ピッチャーフライ、まあ、さっき言ってるんでね、ダスでしょ。あと僕からはもう何も言えないです。もう言えないです、はい、そして伊藤くん、このバッティング良かったんですけど、空いてる人のファインプレーです、ね、ゴープレーで初ヒット阻まれました。そして笹さん、あ、なんかさっきも見ましたよね、2打席目とかも来ないですかね。ただ足が足が速いんで、まあ、なってないです。あ、なってはなってない、これアウトです。あ、すいません。そしてね、この回からヒョンさんピッチャーになりました。毎回ね、あのセーブシチュエーションじゃないとこで出てくるんですけどヒョンさんしっかりね抑えてくれますから。抑えるせいでチームスの防御率1位ですもんね。1位ですね。2試合しか登板してないですけどね。 0.0 ですもんね。これもね、タイミング外してサードフライ。6回の裏が終了しました。で時間的にこの7回表がね、最後の回になりまして、弾道がすごい、あんま飛んでないですよ。意外とね、飛んだように見えるんですけど、ちょっとライトが前にいたんで頭を越えましたね。ラッキーヒットですね。はい、まあヒットはヒットなんでね。そうですね、うん、そしてここで JJ がサードゴロなんですけども、これも相手のミスが起こりまして、16点目で JJ はセカンドまで行きました。そしてまたチャンスで、ほぼチャンスですね、アジさんが来ます。おっと、なんでしょうね、尺長ないですか。そんなことないですけどね、いつもこんな感じですよ。長いですか。誰も声かけなかったですね、この時ね。いや、これ初めてほんまに信じられますよねベンチ帰ってもみんな下向いてましたもん。こんなに勝ってんのに、あのかける言葉がないってやつでしたよね。はい、そうですね。その説はすいませんでした。どういたしまして。お審判の笹さんね、いい動きしますね。これがピッチャーフライでゲームセットですね。ホットバッツが16対0で西宮モンキーさんを下しました。ハルさんのねヒットがちょっと見れずに残念でしたけど、ただね、次の動画ではヒット打ってるんで、はい、皆さん要注目